ベンセドラは、スペイン海軍のコルベット、デスクビエルタ級コルベットの6番艦。艦名は勝利者を意味するスペイン語に由来する。ベンセドラは、バサンフェロル造船所で建造され、1978年1月1日に、寄港、1979年4月27日に、浸水、1982年3月27日に、収益し、 カルタヘナ基地の第21護衛隊に配備される。浸水後の1982年1月には、建造作業中に爆発事故が発生し、労働者2名が死亡、3名が負傷した。1991年、湾岸危機に伴い国際連合主導による金融監視活動のため、フリゲート F-82 ビクトリア、コルベット F-33 インファンタエレナと共に、 ペルシャ湾に派遣される。2003年、コルベットとしては、最後となる、ガルフレックスサ山演習に参加した。2004年に1月13日に紹介官に監視が変更され、番号も P78 に変更される。その後、カナリアス諸島のラスパルマスデグランカナリアに移動し、捜索救難活動や、麻薬密輸及び不法移民対策に従事している。 2009年1月31日に国際連合安全保障理事会決議1707と国際連合安全保障理事会決議1832に基づく枠組みでレバノンでのヒズボラ向け兵器密輸監視活動のためスペイン、フランス、イタリア及びポルトガルで部隊を構成し国際連合レバノン暫定中流軍に参加するためカルタヘナ基地を出港して P77 インファンタクリスティナと交代し任務につく。2011年3月から5月までアタランタ作戦に参加するため、ソマリア沖、アデン湾に展開している。スエス運河を越えての活動は1991年以来となっている。ヘンダテカ ABC、ムエレン・ドスゲロース・アリード・スポルラ・エクスプロシオン、イエヌ・ナコーベタ、ハット・イル・パト・レーロベンセドラ。 パルテオジーアエルリーブのパラレレバー,アール・インファンタ、クリスティーナ、スパニッシュアップブ・ベンセドラ・カントリーブやテッド、ウト・スタンディングリー・ツー・イーユー、ネイブ・フォー・ウィズ85%オブ・タイム、オン・メイン・タスク。ありがとうございます。